愛媛県宇和島市出身の元プロ野球選手で監督、野球解説者。現在はベースボールチャレンジリーグの福島レッドホップスに監督として所属。また2015年11月1日より同球団の球団代表に就任し、2018年11月21日にからは球団運営会社の社長も務める。兄の岩村隆氏も、 近鉄バファローズに所属していた元プロ野球選手。中学時代は二類種。宇和島東高一年生児、保守にコンバートされる。1995年には全日本高校選抜の4番を務めた。三年生児の1996年6月に右腕を骨折、急遽一類種にコンバートされ、愛媛大会を迎える。愛媛大会では準決勝で、 松山商業に敗れた。同年の1996年度ドラフト会議にて、ヤクルトスワローズから2意指名を受けて、契約金8000万円、年俸600万円で合意して入団。背番号は48に決まった。1997年から1999年プロ1年目は、1軍出場なしに終わったが、2軍で打率。316、10本塁打。 38打点を記録。1998年5月19日の対、横浜ベースターズ戦において7番、三塁手として、先発出場し、プロ入り初の一軍出場を果たした。1999年は、池山竜巻と平洋で三塁を守り83試合に出場し、規定打席には届かなかったが、打率、294、11本塁打を記録した。 2000年監督の若松勤が衰えが目立ってきた池山を説得し、岩村を三塁手種のレギュラーに抜擢し、130試合に出場。自身初の規定打席に到達し、ゴールデングラブ賞も初受賞。打率、278、18本塁打、66打点、13、盗塁を記録。三塁打9本はリーグ1位だった。 2001年背番号を48から1に変更し、大きく活躍が期待されたこの年は、前年を上回る136試合に出場。打率、287、18本塁打、81打点、15、盗塁を記録。また、自身初のオールスターゲーム出場を果たし、リーグ優勝に貢献。日本シリーズでは、優秀選手賞に選ばれた。 2002年新ストライクゾーンに対応するため、キャンプではバットのヘッドを立てて高めの球に力負けしないためのスイング、大根切りの練習を行った。140試合にフル出場を果たし、打率はリーグ4位となる。320本塁打はリーグ10位となる23本塁打、オプスはリーグ4位の921を記録。 ベストナインに初選出されるなど大きく飛躍したシーズンとなった。2003年開幕を一軍で迎えたものの、開幕戦で右手首を故障し戦線離脱。出場機会が激減、シーズンを通して60試合の出場に止まった。規定打席には届かず、打率も263と前年を下回ったが、わずか258打席、232打数で12、本塁打を記録した。 怪我から復帰後は三類には西部から移籍してきた鈴木健が校長だったこともありしばらくは中堅守として起用された2004年ロベルト・ペタ・ジーニが1999年にマークしたチーム史上大記録に並ぶ44本類が103打点と好成績をマークオプスは自己最高の966を記録したがリーグ4位の 921を記録した2002年はストライクゾーン改正もあれば定年、2004年は打光年だったこともあり、リーグ9位、同様に打率も、300を記録したもののリーグ19位と順位はそれほど伸びなかった。また、シーズン173三振の日本人新記録とセリーグ新記録、歴代5位の記録を作るなど、不名誉な記録も残した。同年に行われた、 日米野球ではチーム打率が221に沈む中岩村は打率440超打率517を記録するなど好成績を収めた2005年8月26日に母親が高いこの日横浜戦を控えていた岩村は当時の監督の若松務から帰郷するよう 進められたが、プロとして、目の前の試合を放棄するわけにはいきませんと出場を、志願。左腕にも賞をつけ、3番、三塁手で、先発出場。二本塁打を含む3安打4打点の大活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。最終的に、この年は144試合に出場、打率。319、30本塁打、102打点、オプス。 943を記録した。WBC での岩村2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。ラウンドにまでの全試合にスタメン出場し、今とし合い安打を記録する活躍を見せるが、故障で準決勝以降は欠場。レギュラーシーズンではリーグ全体がやや打低化したのに対し岩村は打率。 311、32本塁打、オプスも、933と前年とほぼ同程度の数値を記録し、2004年から3年連続3割、30本塁打を達成。クイーンは自己最高の数値を記録した。シーズン終了後には、ポスティングシステムを行使し、タンパベイデビルレーズが455万ドルで交渉権を獲得。アランニーロを代理人とした。 三年総額770万ドルで契約を結んだ。2007年当初は守備位置が決まらず一塁手用や外野手用のグラブも持参してスプリングトレーニングに臨むが三塁手として起用される。開幕当初は6番で起用され9試合連続安打のスタートを切り打率339、出塁率470などと好調だったが4月24日に 右は秋原を痛め故障者リストに登録された。復帰後は主に一番打者として起用され、本塁打は日本時代に比べて激減したが、チームバッティングに徹する姿勢を貫いて若い選手に意識改革をもたらしたと評された。シーズン終盤にはエヴァン・ロン・ゴリアが、翌シーズンから三塁を守る、チーム方針から二塁手へのコンバートを告げられ、オフには、 ドバシ幸から二塁守備の指導を受けた。レーズ時代2008年スプリングトレーニングでは二塁守備での塁上の接触プレーなどに苦戦したが、切触はなく、打撃でも19試合の出場で打率。342本塁打、出塁率。421、1投塁の成績を残す。4月は打率。210、1本塁打、出塁率。 300と定調だったが、5月3日のボストンレッドソックス戦では、日本人左打者では、初となるグリーンモンスター越えの左本塁打を放ち、同月下旬には5試合連続のマルチアンダを記録するなど復調し打率、333、日本塁打、出塁率、371を記録。6月3日のレッドソックス戦では、MLB 通算4本目の、 初回戦投打者本塁打を記録。6月5日のレッドソックス戦では、レイズ先発のジェームズ・シールズのココディスプへの支給から、始まった乱闘に、グラウンドでは野球をするもの。でも味方が同行されるのも黙ってられない。止めなければならなかったと参加し、3試合の出場停止処分を受けた。24日のフロリダ・マーリンズ戦で、NPB、 MLB 通算205本塁打を達成。8月30日のボルチモアオリオールズ戦で、メジャー一席後発のシーズン150安打に到達。8月に7連敗を起死したが、監督のジョー・マドンに緊急ミーティングを開くよう実施し、中堅守の BJ アップトンには、守備を教えたりするなどして、若手の多いチームを引っ張り、9月20日のミネソタツインズ戦の勝利でチームは、 球団史上初のポストシーズン進出が決定し、26日に初の地区優勝も決定する。この年の単敗体では、スランプに陥っていた BJ アップトンが、ゲン直しに岩村のソフトモヒカンを真似たことをきっかけに、モヒカンヘアーの大ブームが巻き起こった。ポストシーズンでは、シカゴホワイトソックスとのディビジョンシリーズ第2戦の5回、カール・クロフォードが今日の秋のホームランは、 球団史上最高の一打だと思うと語る逆転二点本塁打を放ち勝利。最終戦までも連れ込んだレッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第3戦まで7試合連続安打を記録し第4戦ではレギュラーシーズン中は封印していたグラブトスでの閉殺を見せるなど攻守に活躍しチームはワールドシリーズに進出。しかしフィラデルフィアフィリーズとのワールドシリーズでは 第5戦で敗退した。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出された。同大会では主に9番、2類種として出場し、内野のリーダーとしてチームを引っ張った。1次ラウンドは無安打に終わるが、2次ラウンドの初戦キューバ戦でに安打すると復調し、準決勝のアメリカ合衆国戦では4回裏。 日本4点目となる敵地3塁打を放つ。決勝の韓国戦では、10回表に、左前安打で13塁とつなぎ、一郎の決勝点となる2点敵地打を呼び込み、日本代表チームで最後のホームを踏んだ。全9試合で、打率、286、出塁率、417、1投塁、7得点。得点7は、一郎と共に、チーム最多だった。 レギュラーシーズンでは、BJ アップトーンを一番打者とするチーム方針から、開幕直後は9番で起用される。5月24日のフロリダ・マーリンズ戦まで打率、310、本塁打なし、出塁率、377と、例年以上の好調を見せていたが、その試合の8回に2塁の守備についた際、1塁走者、クリス・コグランの激しいスライディングを受けて、 左膝を負傷し途中退場。精密検査の結果、左膝前十字人体断裂と診断された。故障当初はシーズン中の復帰は絶望視されていたが、6月22日に手術を受けた際に部分断裂であることが判明。8月29日のデトロイトタイガース戦で復帰し、翌日の試合では1号本塁打を放ち、今季はホームラン例かなと思っていたんですけど、 打ててよかったですとコメントした。9月にはチームが11連敗を喫し、ポストシーズン出場を逃した。2009年11月3日、ジェシー・チャベスとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍、パイレーツが翌年の契約オプションを行使した。オフには四国88カ所巡りを観光した。2010年開幕から嘆き不振に悩まされ、4月21日の ミルウォーキーブルワーズ戦で、左中間への大飛球が、ボンダに終わると、この球場じゃなければ入っている、5月10日の、シンシナティレッズ戦でも、同様に左中間の大飛球が、ボンダに終わると、他の球場なら本類だというコメントを残すなど弱気な発言が目立ち、5月には、日本人選手ワースト記録となる40打席連続、無安打を記録。打率は2割を割り込み、 ペドロ・アルバレスのメジャー昇格に伴い6月16日にディーフとなり22日に参加のトリプル a 級インディアナポリスへ降格。インディアナポリスでは50試合の出場で打率264、3本類打出塁率404の成績を残すがマイナーリーグのレギュラーシーズン終了後の9月6日に解雇される。2010年9月13日。 ケビン・クーズマノフの故障で選手の補強を急いでいたオークランドアスレチックスとメジャー契約を結び同日の試合に7番3塁手として先発出場しかし10試合で打率129出塁率250を喫し10月4日に解雇された2010年11月16日に東北楽天ゴールデンイーグルスと 年俸1億5000万円の2年契約を結ぶ。5シーズンぶりの日本球界復帰となり、17日には仙台市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号はヤクルト、レース時代と同じ位置に決まった。楽天時代2011年このシーズンから同じく日本球界に復帰まで1ヶ月半を要したが、復帰直後の6月29日のソフトバンク戦において、 延長10回裏に、マハラ・タカヒロから、日本球界復帰後初の敵時打となる逆転サヨナラに、ルイ打を放った。しかし、その後も調子が上向くことはなく、内村健介が二塁手のスタメンに固定された影響で、それまで正二塁手だった、高須陽介が三塁手に定着。押し出されるように、スタメンの座を失い、守備代走要因となった。九月十六日の西武戦の代打で2頃、 閉冊崩れの間に出塁し、ホーム突入時に銀人道と交錯して、肋骨を骨折。結局出場77試合で打率。183、本類だなし、オプス475という成績でそのままシーズンを終えた。2012年開幕から2軍暮らしとなり、6月8日にようやく1軍登録される。 7月7日の西部戦で2006年10月10日以来、日本球界で6年ぶりの本塁打を放ったものの、シーズンを通しては、前年同様の不振を極め、8月5日に、再度二2軍落ち。2軍では39試合の出場で打率、298、1本塁打、オプス、799を記録するが、その後も1軍復帰を果たすことができなかった。 結局楽天での2年間は期待を大きく下回る成績に終わり10月7日に球団から戦力外通告を受けた2012年12月11日に東京ヤクルトスワローズと契約7シーズンぶりにフルス復帰を果たした背番号はプロ入り当初に着用していた48に決まった2013年2月23日の楽天戦とのオープン戦の後には 手放していたかったなと思ってほしいとコメントした。開幕一軍入りを果たし、4月7日の横浜 DNA ベイスターズ戦において、2回裏に、三浦大介から古巣復帰後初となる、ソロ本塁打を放ち、2006年10月10日以来となる、神宮球場での本塁打を記録した。しかし、シーズンを通して75試合の出場に止まり、打率24、246。 三本塁打と往年の力を発揮することはできなかった。2014年2年連続で開幕一軍に登録。4月6日の阪神タイガース戦3回裏に代打で起用されるとシーズン1号となる3点本塁打を放った。7番、一塁手としてスターメンに起用された6月14日の北海道日本ハムファイターズ戦では2回表の第一。 打席から4打席連続で2塁打を放ったことによって NPB 大記録の1試合42塁打を達成した。しかし、前年よりさらに少ない39試合の出場にとどまり10月1日に球団から戦力外通告を受ける。11月27日、福島ホープスの選手権任監督に就任することが報道により明らかとなった。 2015年選手としては10試合の出場に止まったが、打率は5割を超えた。監督としては、前期、最下位に沈むも、後期は、新規参入1年目での地区半期優勝を果たした。新潟との地区チャンピオンシップシリーズでは1勝2敗で、リーグチャンピオンシップシリーズ進出はならなかった。11月1日、福島の球団代表に就任した。 2016年4月のインタビューで、俺以外の奴には、みんな NPB を目指せ、と言ってある。俺は、もう、NPB はない。俺は今、福島県のために野球をやっていると語っており、現役選手としての NPB 復帰の可能性を、否定した。2016年この年も、選手兼任監督に留任したが、選手としての出場は3試合にとどまり、 4打数無安打3死球1打点の成績だった。監督としては、全後期ともに2位ながら、年間勝率2位となったことから、全後期を連覇した群馬と対戦する形で、2年連続して、地区チャンピオンシップへの出場を果たした。地区チャンピオンシップは、初戦で敗退し、前年に続いて、リーグチャンピオンシップに駒を進めることができなかった。一方、 東北放送の野球解説者も務めた。2017年開幕直後の4月10日に記者会見を開き、今シーズン限りで現役を引退することを発表した。9月10日のタイムヒートベアーズ戦が引退試合とされ、1番指名打者で先発出場した岩村は中西太志も見守る中、4打数に安打を記録。試合は引き分けだったが、 三年連続での地区チャンピオンシップ出場を決めた。試合後のセレモニーでは、ゆかりある関係者からのビデオメッセージの上映後、175センチという体で怪我とよく向き合いながら21年よくやったと思う。監督が選手最後の試合というプレッシャーのかかる試合でプレーオフを決めた選手全員を誇りに思います。そしてそれを後押ししたのがファンの皆さん。 ありがとうございますと挨拶した。地区チャンピオンシップについては、さすがにもういいでしょと出場しない意向を示した。前年に続いて、全校級賞の群馬との対戦となった地区チャンピオンシップは、初戦に勝利したが、第2戦に0から1で赤敗し、今回もリーグチャンピオンシップへの出場はならなかった。2018年8月4日、かつて所属した。 タンパベレーズの本拠地で試合前の支給式を務めた。このシーズン、福島は前期後期ともに2位となり、4年連続で地区チャンピオンシップに進んだが、今回も群馬の前に1引き分けで敗退となった。福島はシーズン終了後に経営難が報じられ、11月21日に記者会見を開いて、自らが代表となる新運営会社の設立とチーム名の 福島レッドホープスへの変更を発表した。2019年3月22日には、オークランドアスレチックスの OB を代表して、MLB 開幕カード第2戦の始球式に、ヤブケイチとのバッテリーで登場。日本テレビ系列で放送された、地上波向けの試合中継でも、副音声で解説を担当した。ちなみに、マリナーズの9番、右翼手として、スタメンに起用された一郎は、 この試合の終了後に現役引退を発表している。このシーズン、福島は前期4位、後期5位の結果に終わり、福島の監督就任後、初めてポストシーズンに進めなかった。2020年新型コロナウイルス感染拡大の影響でリーグ戦は3地区、6ブロック制となり、福島は中地区グループ C から地区チャンピオンシップに進んだが、地区チャンピオンシップでは、 シナノに敗退して、リーグチャンピオンシップ出場はならなかった。一方、10月26日の NPB ドラフト会議では、誇張拓がオリックスバファローズから、育成ドラフト6巡目で指名を受け、チーム創設以来初の指名者となった。メジャー挑戦前は三振は多いが甘いボールを、逃さない積極的な打撃スタイルだったが、霊髄席後は主に一番打者として、 バットコントロールに重点を置いた逆方向にライナーを弾き返すバッティングに徹し、2007年にはチームのルーキーとして歴代最高の出塁率3 5 9をマークし、2008年には投手に2930球を投げさせ、左打者ながら左投手に強くメジャー強さんでは対右投手打率259に対し、左投手には打率。 287を残した。メジャーリーグ時代は、ヤクルト時代に比べると、上記の理由や本拠地の広さもあり、本類打数が減少したが、パークファクター補正の入る、打撃指標のオプス、WRC のキャリアハイは、それぞれ105、107を記録している。これは、日本人ライア種としては、歴代2位の数値である。三類守備では2007年に、リーグ1位の守備率、 975を記録し、DRS-7、ザー1.3を記録。2008年には2塁にコンバートされたが、リーグ3位のダブルプレー達成数104、リーグ4位の守備率。990、リーグ3位の DRS3、同3位のザー2.8をマークする活躍で、チームの守備力向上の象徴となり、ジェイソン・バートレットとの二遊間は、イワーレットと呼ばれた。 メジャー通算では2類種として DRS-5 ザー -10.03 類種として DRS-11 ザー -1.8 を残したヤクルト時代は1類等立つ4.2秒台と瞬速で2000年2001年と2年連続で2桁投類を記録メジャー移籍後1年目も2桁投類を記録し2009年の WBC では一塁到達3.98秒を掲示する全力疾走を見せる。ヤクルト時代の2005年に一歳年上の元 OL の女性と結婚。12月12日には日本放送岩村明則の,のオールナイト日本でラジオ出演した。デビルレーズ遺跡後の2007年7月に第一し誕生。赤色を好んでいることから2003年あたりからリストバンド バッティンググローブ、ファイテンシャのラクはネック、練習用 T シャツなどがほとんど赤になった。バットも薄赤色と大色の中間色や、濃い赤色も使用していたが、2005年からは使用できる、バットの色に規制が設けられたため、黒バットに戻してプレーすることとなった。中西太氏を師匠的存在とし、中西のザウの名である、何ネガスわエをブログのタイトルに引用しているほか、 腐らずにやってきた、あの姿勢は見習わなければならない。野球選手の原点と同じく中性を師匠的存在としている、田口総にも尊敬を抱いている。レイズの選手夫人たちに漢字の勝利の文字が背中に書かれたパーカーを着るように提案したことがあり、彼の存在、プレー、人間性、その全てがある意味、レイズの心臓となっているとも評されていた。ニックネームは、 ガンちゃん、アメリカでは、秋と呼ばれていた、プロスポーツマン大会、NPB、NPB 初記録、NPB 説明の記録、その他の記録、ありがとうございます。